今日もみんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーターの有村くんです。さあ皆さん、突然ですが私は今どこにいるでしょうか。正解はニューヨークのティファニー店におります。ご覧ください。そしてコラボ企画で、このニューヨークからお届けしたいと思いますが、ナルピーチャンネルからお二人、ナルピー先生と、そしてピッピーです。皆さんこんにちは。ティファニーでナルシズムとナルピーです。よろしくお願いします。さあそしてピッピー。はい、はい、ピッピーです。よろしくお願いいたします。改めてね、ちょっとこのチャンネルでは初ですけども。そうですね。以前あれかサウナコラボやってました。確かにその時にお邪魔させて。そうなんです、ね、はい、で今日はですね、はいはい、やっぱニューヨーク映画のロケ地としてもおなじみなので、ロケ地をいろいろとちょっと紹介していきたいなというふうに思っておりまして、なんといってもバック・トゥ・ザ・フューチャーのミュージカルを今回独占でお届けしたいと思います。なるほど。ということでじゃあ早速ですね、このニューヨークの、ティファニー銀座店じゃない、ニューヨーク5番街店ですね。ニューヨーク5番街店からね、オープニングしたいと思いますが、早速ちょっと出かけてみましょう。ニューヨークの5番街にやってまいりました。はいはい、ここはまあ、いわゆる銀座4丁目という、そうですね、グランドストリートで、高い建物が、あれトランプタワーですね。はいはいはい。で、そのままカメラさん下ろしていただくとですね、なんとこちら、ニューヨーク5番街のティファニーです。あの有名な、これ、ティファニーね、ヘップバーンですね。ヘップバーンですね。いわゆるオードリーヘップバーンのティファニーで朝食を、で、朝オープン前にですね、パンを買って、うん、フランスパンかなんかかじりながら、はいはいはい、有名らしいね、見てるんだよね、宝石かなんかを、がここですよ。ここですね。すごいっていうかね、はい、先ほどから私はティファニーなんかよりもあそこにいるグループみたいな独自タイプの女性が綺麗に仕方があの人は、はい、みんなここに撮影がやってましたね。ちょっと俺も待ってられないこちらティファニーニューヨーク店の中にオードリー・ヘップバーンのですねディスプレイがありまして、これがそのシーンですね、有名なね。はぁ、あ、いやそうなんですよ、これは急に入ってきたな。これほら、ここでさ、オードリーがさ、あの朝食のパンを買って、そう、ちょっとかじるシーン、それがここですよと。うわぁ、すごい、見てこれ。あ、これ本物だ、本物映ったな、それがこれだ。いや見て、これつけてんだ。はぁ、あ、感激。これ価値あるね、皆さん。これオードリーがつけてるやつがこれですよ。でこれでパンかじるんだよ。クロワッサンだったかな、なんかそんなの食べてるんだよ。これがティファニーで朝食を。はあ。さあこちらセントラルパークなんですけど、はい、見えてきましたよ。何がですか？ホームアローン2で、はいはい、舞台となったのがこちらです。ザ・プラザホテルです。ザ・ホテルだ。実はホームアローン1は見てるんですけども、2は見てないんで、ちょっと解説してください。これ2になると、はいはいはい、もうちょっとなんかストーリーが進化して、はいはい、あのドナルド・トランプ元大統領も、はいはい、実はこの、プラザホテルの中で主人公のだから男の子と会うんですよ。え、マコーレ・カルキンと、そうなんです、すれ違うんですよね。で、一瞬だけ出てくるっていうのがあって、それでこう、プラザホテルが出てくるっていうのが、この、まあ、忘れられないね、そうですね、印象的なシーンでしたね。そうそうそう。なるほどね。あ、そうね。今日は、服の髪の色は、マコーレ・カルキンの色で、一人ホームアローンしてないから。いや、一人ホームアローン。さあ、続いてはですね、はいはい、なんとニューヨークのセントラルパークに来ました。よっ！やってまいりました。まさかの馬車に乗ってますよ、はい、私馬車乗ってます。ここにですね登場する映画といえば、もう皆さんお分かりですね、はい、リチャード・ギアとウィノラ・ライダー主演のですね、はいはいはい、オータム・イン・ニューヨークという映画がありまして、ここで2人がね散歩してこう、ね、ちょうど色づき始めてるこのね、はいはい、緑の感じ、はいはいはい、でやっぱり絵になるんだよね。いやなんかね僕の方が絵になってるよ。急にぶっこんできました動画の感じがブレるなさあ今ですね、はいはい、我々サニーサイドという、はい、マンハッタンのいわゆるマンハッタンの隣にある、うんうん、ところに今いるんですけど、はい、ちょっとこの両脇の街並みをちょっとご覧いただきましょう。
あ、絵になりますね。レンガ作りのね。これ実はですね、トビー・マグワイア版のスパイダーマン。はいはいはい。で、メイおばさんの家という設定であろうところがこの辺らしいんですよ。なるほど。だから例えばなんかさ、この辺の雰囲気にこうちょっとスパイダーマンのワンとかご覧いただくとイメージが近いという。いやー、そうかも。言われてみたらなんかこのレンガ作りのさ、あの階段の雰囲気とかで、ね、なんかガラッと出てきそうな感じ。なんか、はいはいはい、外階段からピーター・パーカーがガラッと出てきて、はいはい、こうやってちょうどね、こうここをこうピュッピュッてこう行く感じ。そうそう、ちょうど行きそうな感じなのよね。でしかもマンハッタンまで近いじゃん。そうですね。だからちょっとこの距離感的に言うと、いわゆるマンハッタン通りには住めないけど、こっちだったら住めるっていう、はいはいはい、ちょっとこの値段感とか土地の感じもまさにメイおばさんとか住んでそうな感じ。いやさあ、ということでですね、はいはい、ナビオさん、いよいよ清掃でございます。いやいやいや、今、ね、今2000何年かなこれということで、これね、このサイン、これあのバックトゥザフューチャー2でマーティーが着ている服なんですけど、はいはい、このサインなんとロバート・ゼミケス本人からいただきました。すごい。そうなんです。であのこれ2でこのマーティーがなんていうの、はいはい、衣装がね、はい、なんか自動的に確かシュッキャッてなるやつですね。それの、コスプレです。なるほど、はい、してこのロバート・ゼミケスのサインが入った、はいはい、これを着て今日はなんとこの後あちらです、バックトゥザフューチャーミュージカル、いよいよ行きたいと思います。ということで、これ帽子もほら見てください、これデロリアンの帽子、ちょっとね、中の T シャツも、中の T シャツも、中の T シャツ着てきたぞ。じゃあ行きますか。行きましょう。さあ、それでは行きます。さあ、皆さん、来ました。来ました。バックトゥザフューチャーミュージカル。いよいよ、今5分前ぐらいですね。そうですね。お客さん入ってますね。パンパンですよ。こういうさ、はい、こういう感じのでも、ミュージカルでなんかこう近未来的なあれって僕見たことないんで、青い照明でね。そうなんですよ。いやちょっと楽しみです。有功さんめっちゃいい席ですね。前から何列目よこれ。7列目です。最高です。ありがとうございます。ちょっとあれじゃないですか、ちょっと暗くないですか。暗くないかけてんな。外せ外せ挟むなよ。まあちょっと一人ちょっと若干ね、めんどくさいのがいますけれどもいよいよこの後ですね、バックトゥザフューチャーミュージカルを拝見させていただいてレビューに参ります。はい、お楽しみに。いやー、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。素晴らしかった。すごい大興奮。いやー、ちょっとじゃあ僕、まあ、感想会いろいろやりたいと思うんですけども、はいはい、じゃあまずキッティンからちょっといきましょう。ミュージカルオリジナルのこう解釈加えられているところと、オリジナルがそのまま忠実に再現されているところあって、この旅の前に見てきたんですよ、ワンを繰り返してきたんですけど、より楽しめた。すごかった。確かに。はい、さあ、そしてダルビー、はいはい、どうですか。いや、あのね、いつどこで僕が登場するかなと思ってたんですけど、ボケるな。ボケるな。いやいや、やっぱりね、素晴らしかったですよね、けどね。確かに映画の中のいいところも全部盛りつつなんだら、ミュージカル、この時代を反映したさ、うん、あれ、もともと1980年くらいの映画だった。そうそうそう。その時の未来って分かってなかったけど、今この2023になって、ある程度その未来があるから、旧社中心の解釈をやって。なるほど、なるほど。じゃあ私のちょっと評論いいですか。はいはい、もちろんもちろん。いや、これね、僕はね、見ながら思ったのが、結末全員知ってるじゃん。知ってます。おそらくミュージカル来てる人って全員答え分かってるし、うん、あのシーンがどう再現されるのかっていうのが楽しみなわけじゃん。確かに。で、例えばあの有名なギター弾くところとか、はいはいはい、それこそデロリアンがワープするところとか、うん、雷になるところとか、うん、はいはいはい、みんなあれがどういう風に舞台で表現されるのかっていう、僕はね、リミックス映画だと思ったんですよ。なるほど。要はメインの音源はもうあって、それを現代風に今言ったように、はいはい、どうリミックスでアレンジするかっていう、アレンジ勝負の世界が面白くて、全部コピーしてたじゃん。いや、そうですよね。いや、あのコピー具合もすごかったし、ね、った、まあ、最後なかなか言えないですけど、うん、デロリアンがとにかくすごかった。いや、すごかった。言えないけど、あの大回復中でカルダンクルーとかサンローランの人たちがボケるな。もう結構お腹いっぱいだよね。いや、もう俺結構もう胃もたれ起こしてるもん、ちょっと今ということで、はい、いや、あの本当バックトゥザフューチャー素晴らしかったです。素晴らしかった。いや、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。ちょっと見てくださいよ。はいはい、どうぞ。いや、激アツじゃないのこれ。おー、まあ、こういう T シャツもいいよね。
あ、これ冷えてるやつもちゃんとあるんだ、これ。なるほど、味は気になるな、ね、ちょっとこれ1個買おう、はい、ドリンクどんなのかなって、ちょっとみんな飲んでみましょう。さあ見てください、このバックトゥーザフューチャー、ここでしか買えないミュージカルドリンク、はい、なんと後ろを見るとですね、プルトニウムが入ってます。あ、これちょっとこれあれだね、デロリアが動くところですね。そういうことだ、これあれだ、バナナの玉とかこうこダバダバ入れすぎフューチャーっていうのが、そうなんですよ、この2のネタが入ってるという、はいはいはい、このデロリアンのね、要はエンジンの元になるという。そうですね、ではちょっと上げてみます。ではちょっといただきたいと思います、バックトゥフューチャードリンク。ただの水これちょっと待って、1000円もしてんだよこれ。1500円か。10ドルしてちょっと飲んでみて、これ。そんなことあります、ね、これだから缶だけ持って帰ってくださいってやつか。そうだね、ちょっと何にも飲んだよこれ。ちょっと行くかこれ。いや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 、そういっときながら実はみたいな。いや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 、水やないかこれは。ただの水やないかこれ。すごいな。びっくりした。これす。エナジードリンクだ。これ最も高い水やだねこれ。確かにな。1500円、10ドル。いやアメリカの物価の恐ろしさ。恐ろしいね。ということで、はい、今回ですね、はい、私アリコンチャンネルと、はいはい、ナルピーチャンネルとコラボで、ね、お届けしましたけども、ね、はい、見てください、はい、エンパイアステートビルディングをバックに、はい、なんとリッツカールトンのルーフトップから、はい、素晴らしいやつ、ね、素晴らしいよ本当に。まあでもこれがやっぱりニューヨークのね一番の醍醐味、摩天楼。このね摩天楼を、ケイさん何か見たことがあるなと僕の心でした。はい、最後までありがとうございます。ね、いやということで、はい、あのぜひですね、皆さんチャンネル高評価、チャンネル登録いただけると、はい、とても励みになります。と、はいうことで、映画を巡る、まあ、ニューヨークの旅ということですね。嬉しかったですよね。いや、本当に皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回もみんなで、シネマティー。ありがとうございました。バイバイ。